彼はね、ジュゴンに育てられたんだ。うだる夏の夜に枯れた。日本动漫市场发展成熟，尤其热衷改编 IP 作品。最近在台湾上映的动画电影《海兽之子》就是改编自五十岚大介的同名漫画，由苍井优、道元无郎等演员配音，国宝级配乐家久石让创作音乐。从发想到完成耗时五年，漫长的筹资和制作过程让制片田中荣子倍感煎熬。还好电影的完成度高，在业界立下新的里程碑。まず一番最初にフィルムテストをして。テストカットが上がった時にものすごいクオリティが高かったんですね。たった 1,2 カットだったんだけど、これこんなすごいことするのってもう全スタッフに言ったら、やるって。私はこれは時間もかかるしお金もかかるということで、その、まあ、本当にこの5年かかったんだけれども、かかるような内容が上がってきた時っていうのが一番こう腹をくくらなければならないので、あのですね、次が結局その予算を確保するために、なかなかその日本国内だけで予算を集めるということが非常にハードル高く難しかったので、それをやっぱり世界中のディストリビューターとかいろんな方たちにアプローチをしたというところですかね。苦労したところとしては。海兽之子描述中学生流花和一对由如艮抚养长大的兄弟相遇之后展开一场奇异旅程。原作的画风细致瑰丽，题材涉及生命、海洋和宇宙等庞大世界观，因此有业界人士视原著为无法拍成电影的神之领域。そのフィルムがものすごく出来が良かったことですね。ここまでアニメーションで映像表現ができるのだっていうことに私も驚きました。上がってきて、で、まあ、いいかなと思って、でその全部つなぎますよね。前後が上がってきて、でそのつないでみると、あ、最初に上げたのもっと良くなるなって言って書き直したりするっていうことが起きましたね。3年やっぱり作ってる間にみんなの力がどん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 増していくっていうことも起きましたから。私自身は蒼井優さんは13年前ですか、鉄痕キンクリートっていう作品でその日本アカデミーの最優秀アニメーション賞を受賞しているので、なのでその今回ももう蒼井さんが来てくれた時に、キャー、今度は私お母さんなのねってまだね、結婚もしてないのにお母さんの役なのねって言って何ヶ月後かに結婚したんですよ。日本ではもう電撃結婚でものすごく、はい、盛り上がりましたよね。田中荣子在吉卜力工作室当过《龙猫》和《魔女宅急便》的制片，于1986年成立了 Studio 4C， 创办宗旨是制作非主流动画作品，并且提供自由的创作空间，内容涵盖 MV、电视动画、游戏 CG 和电影等等。素晴らしい映像は宮崎駿さんが作ってくれる。私たちは映像集団という言い方をして、そのクリエイターたちが自分たちが作りたい映像を作るという、ちょっとその業界的に言うならば、少しこうメジャーから外れたことができるというメリットがあるぞというふうに考えてました。近几年日本动画产值逐年攀升，已经在2017年突破2兆日币，折合台币大约5700亿，其中 IP 改编的作品吸金效应强，例如去年光是哆啦 A 梦、大雄的金银岛、七龙珠超、布罗利和名侦探柯南零的执行人这三部电影就在全球创下新台币95亿元的票房，促使大家前仆后继从漫画挖掘题材。出版元に、ライセンス許諾を取りに行き、そして、資金を集め、スタッフを集め、作品を制作し、そして公開するという、まあ、非常に簡単に話しましたけど、とても大変ですけど、そういった、ロイヤリティという形で の報酬というものも、その契約によりけりで、それがある時もあればない時もあれば、すごい高い時もあるし、それはそんなに気にしないっていう時もあるし、でそれは原作者なりそのライセンスホルダーとのその信頼関係だったり、まあそのこの作品の企画のその推進の仕方だったりによって、やっぱりさまざまな形があるので。
デジタル技術というものが生まれたことによってそのデジタルで上からその 3D を加筆したりとかそのリテイクを修正したりとかということが要因になることによってその何ですかね、よりクオリティの高いものを求めるような作業ができるようになったというのは大きかったと思います。いい作品を作り続けることで、でその作品が世界に出ていくことで世界の人からも応援をもらえるようになると思うので、やっぱりその素晴らしいクオリティの作品を作り続けることだと思います。